はい、どうも、結局です。今日ですね、ダビスタリオン続きやっていきましょう。43年目9月3週から。さあ、今週はキングカイザーか。キングナンバーの子。かなりのスピードですね。はい、どんどん進めていきましょう。キングカイザー。いや、もうちょっと欲しかったな、印。阪神競馬3レース2歳1勝クラス芝 1600m コンディションは良。スタートしました。コールスト先頭。スタートは良かったですね。コールスト粘っている。2番手小三シルエラ。コールスト抜け出した。坂を上り、まあこいつはね、いいスピード持ってるはず。ただもうちょっと時間かかりそうか。はい、まあまだ若いということでいいでしょう。キングローレルスプリンターズステークス、はい、行きます。まあ厳しいけどね、スプリンターズステークスは。キング風神、逃げの風神で、キングフローラ、キングシャドウワイルドラッシュ、さらに、サンダーも行くか。デビューっすね。芝か。まあ、ダート使いたいけどね、サンダーは。まあ、とりあえず芝で。で、カイザー。これが7月入球っすね。まあ、まだ焦る必要ないね。まだ焦る時間じゃない。あ、ローレル、残念。キングサンダー、そうか。いまいちやね。まあ、馬は若いんですが。中山競馬2レース、2歳新馬、芝 1200m、コンディションは良。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。スワーブノートン、突っ込んでくる。スワーブノートン、わずかに先頭か。ここからが勝負どころ。スワーブノートン、先頭。ここから坂を駆け上がる。マイネルフォン、もらえる。クリスタね。ちょっとダーッと行ってみましょう。押し切れるか。マイネルフォン、差を広げにかかる。マイネルフォン、押し切ってゴール。一着。さあ、次はキング夫人。サンライズの場来た。阪神競馬4レース、2歳1勝クラス。ダート 1400m、コンディションは良。スタートしました。少しばらつきました。春栄、勢いよく追い上げる。春栄、先頭だ。伸びてますね、風神。ここから襲いかかってくる。サンライズノバ、馬だか。春栄、先頭。お、強いじゃん。春栄、伸び足はどうか。逃げる。これは気持ちいい走りやね。サンライズノバ、伸びている。キング風神、押し切ってゴール。一着、14番、キング風神。二着、サンライズノバ、その後三着、鈴鹿フリオーソ。よし、ここ勝ったか。はい、ダート走りますねと。キングフローラ、まあ印はいいね。中山競馬5レース2歳1勝クラス芝 1600m、 コンディションは良。スタートしました。ここで先頭が変わった。わずかに先頭はパンドラフォンテン。さあどうだ。マレードガール、パンドラフォンテン先頭。伸びてる、伸びてる、伸びてる。よし、フローラも勝ったか。キングフローラ、押し切ってゴール。勝ったのは、オッケー、いいよ。キングフローラ。2歳頑張ってますね。10月、キングローレル芝か。いや、芝はやめとこうか。ダート行きたいなと思います。ダートのね、まあちょっと1800いっとく。まあ練習やね。
まあ、本番近づいてきてるので、風神フローラ、フローラ疲れてると。で大丈夫っすかね。あ、サンダーはね、次ダート行きたいなと思います。キングストリーム、バーミリアン、まあダートどうっすかね。1800ちょっと一回行ってみる。いや1200でいいか今は。まだねこの時期は。さあ、あとはこっち。お、スタミナありそう。クイーンか。ストラビンスキークイーン。スピコメ来ました。ティアラ。あ、ゴールドアリュールキングティアラ。はい、じゃあ進めます。はい、ローレル1800だと行きましょう。まあ練習っすね。キングカイザー、さらに風神1400か。いいね、トップスタート切って逃げよう。カイザー、ダートか。はい、進めます。キングカイザー、まあ印は何とも言えないです。東京競馬4レース2歳1勝クラス、ダート 1600m、 コンディションは良。スタートしました。ジーナアイリス先頭に立った。わずかに先頭はマリームー。スタート遅れてましたね。少し離れて追走、マリームー粘っている。キングテセウス少し離れて追走、クイーンズサターン来るのか。内からはキングカイザー、キングカイザー接近してくる。キングカイザー先頭に並んで、まあでもよく踏ん張った方じゃない。あのスタートで。キングローレル、ここはね負けられない戦い。ショアモダンがいますね。京都競馬9レースオープン渦政ステークス、ダート 1800m、 コンディションは良。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。帝王エナジー突っ込んでくる。 G1 でも戦えるっていうさ、ちょっとここで証明しよう。先頭は帝王エナジー、見せてくれローレル。全然でしたね。引退かな。まあとりあえずチャンピオンズカップ走って引退ですね。キング風神、お、ここもいいじゃん。京都競馬11レースオープンもみじステークス、芝外回り 1400m、 コンディションは良。スタートしました。少しバランス、スタートはいいですね。きっちりスタート切って、ラインスピリット勢いよく追い上げる。あいつそこか。抜け出したサニーダンサー、離れて追走。ラインスピリット粘っている。内ぐっと来れるか。あ、いいね。前を前にかかる。キング風神さらに差を広げにかかる。ランドハイパワー差を詰める。キング、まあこういう風にね、内から伸びてくる馬は強いですね。キング風神、キング風神モビジステークス制覇です。2着以下は混戦となりました。オッケー、この勝ち方ができればオッケー。まあまあ順調っすかね。開いてないよね。まあ一つ開けといてもいいっすけどね。はい、ブライアン菊花賞、ファルクス菊花賞。まあこれはねちょっときついけどね。まあでも何が起こるか分かんないですからね。カイザー、さああとは、風神も疲れてますね。まあ、ちょっとここきっちり休んで、
ットン OK かな。あ、ローレルか。ローレルはね、どうしますかね。もう行くか、これ。なんか使ってもいいですが、行きましょう。はい、チャンピオン使っていきます。まあ、この走り見て、引退するかどうか決めたいなと思います。ブライアン・ファルクス。まあ、距離ね、厳しいよね。里のダイヤモンド。今年もクラシックの栄冠は残り一つ。最後のイスとプライドをかけ、3000メートルの激闘が始まろうとしています。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。ビートブラック突っ込んでくる。ビートブラック先頭を迫るスティッフベリオ。わずかに。あ、でも沈んではないね。スティッフベリオ勢いよく追い上げる。え、じりじり来とんじゃん。まだか。スティッフベリオ後続を振り切りにかかる。マジ。ブライアン後続を離して。いや、これあるんすよね。差し切ってゴール。これ。勝ったのはキングブライアン。菊花賞とかね、天皇賞春あるんすよ。キングブライアン菊花賞制覇です。え、ブライアン来たな。3着にはマウントロブソン。里のダイヤモンドどこ行った。キングナンバーストリートセンス。うん、まあファルクスはね、ブライアンやったね。でかいよ。サンダー、はい、ちょっとダート行ってみます。フローラ戻ってきて、で、ブライアンがね、まあ、これっすね。まあ、能力は高いっすけどね、結構ね。で、スピコメ。まあ、キングナンバーが強かったね。どうすっかな次。まあ菊花賞、そうやね、次はね、まあジャパンカップでもいいんですが、有馬記念いっとく。ステイヤーズステークスとか厳しいっすからね。ジャパンカップ行ってみるか。はい、それでいきましょう。キングナンバーこいつですね。今ね、ストリートセンスつけてるのは牝馬狙いでつけてます。キングナンバーはね、はい、こんな感じ。スプリンターズステークスで安田記念も取ってますね。で、フェブラリーステークスと。まあ、繁殖牝馬もね、まあ、なかなかいい感じに揃ってはきてるんですよ。まあ、キングスピード。まあ、これもね、なかなか良かったですし。で、クイーン。まあ、これは強かったっすね。ドバイ惜しかったんですけどね。フェブラリーステックス、ここ勝てればね。はい、こんな感じ。もう安定感抜群なんですよ。よし、まあとりあえず進めるか。はい、行きましょう。レース京都競馬1レース2歳未勝利。ダート 1200m、 コンディションは良。スタートしました。キングサンダーかわして先頭。キングサンダー、さあサンダーどうだ。シルクメビウス、あー捕まるかなこれ。やっぱシルクメビウス来るか。 200m を通過した。シルクメビウスは重賞クラスですね。加点か。シルクメビウス先頭でゴール。一着シルクメビウス。シルクメビウス実力の違いを見せつけました。まあ実際に重賞取ってます。キングサンダー三着には。はい、あ、まあいいでしょう。
キングローズデビュー、ダート、まあとりあえず一戦使ってみよう。さあコメントチェックして、はい、オッケー。え、ローズきつ、きついね。京都競馬1レース2歳未勝利、ダート 1200m、 コンディションはやや重。スタートしました。キクノゼファー先頭に立った。キクノゼファー2番手との距離はまだ余裕がある。サンティーニ2番手追走。キクノゼファー後続を引き離して先頭、ここからが勝負どころ。サンティーニ2番手から先頭を狙う。サンティーニ追い込んでくる。キクノゼファー先頭、キクノゼファー押し切って、俺は厳しいね。勝ったのは、ファルクス。行きましょう。でフローラか、まあここ取れればね、まあ G1 期待できるけどね。ローズちょっときつすぎましたね。まあコメント、まあ微妙なんですけどね。クイーンルーラシップ、まあこれどうするかっすよね。繁殖牝馬で使うか、ただね今結構揃ってて枠ないんですよね。でこのキングサンダー、これは上げたいので、まあローズはそのまま引退になるかな。とりあえず進めます。キングフローラ、ワンカラットか。京都競馬9レース G2 デイリー杯2歳ステークス、芝外回り 1600m、 コンディションは良。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。蓬莱明子かわして先頭、わずかに先頭は、うわどうかなこれ。追いすがるノーブルマーズ、蓬莱明子粘っている。バンカラット、まだか。蓬莱明子、足色は衰えない。切ってないか。2番手はノーブルマーズ、続いてエイシンオスマン、先頭は蓬莱明子。蓬莱明子逃げ切ってゴール。勝ったのは11番蓬莱明子。いいとこなしでしたね。バンカラット、その後3着マイネルフラット。あ、でもその下にセリフォスいますね。セリフォス実際あのデリハ取ってますからね、2021年。ファルクス、オッケー。東京競馬10レース G3 武蔵野ステークス、ダート 1600m、 コンディションは良。スタートしました。ルーグランフリソン、まあセリフォスとかさ、まあどれくらいになってるでしょうね能力ね。でも最近の馬結構強いっすよね。サンライズソア並びそうだ。残り200を切った。ルーグランフリソン伸び足がいい。ルーグランフリソン後続を離していく。フェニックスマー厳しいな、よくないな。差し切ってゴール。気合も根性もさ、もう何も感じられんかったね。サンダー、はい行きましょう。芝か、じゃあ芝行くか。はい、カイザー戻ってきました。で風神戻ってきた。ちょっとでもトース多いよね。ローズ、まあもうちょっと走らせてもいいんですが、まあこれもう引退する。馬は若いですけどね。まあ引退でいきましょう。はい、ただね空きがないです。まあ空きあればねこれあげるんですけどね、もちろん使いたいので。
フローラ、これが、ダートでパワースピコメか。あ、そう、これもね上げたいですからね、フローラ。まあ、サンダーよりもこっちはね、こっちは優先です。そうだから、ちょっと枠は厳しいんですよね。ファルクス疲れてる。ファルクスが5月入球か。まあ、これ引退するか。これ引退しましょう。引退です。ちょっと絞りつつね。ローレルはちょっと待ってください、まだチャンピオンズカップ確認してから。どうしてもここ使いたいんですよ。はい、じゃあ行きましょう。キングサンダー、下なしか。一番下、東京競馬1レース、2歳未勝利、芝 1400m、 コンディションは良。スタートしました。シスル先頭に立った。さあどうだ。シスル工業ブライト外から襲いかかってくる。シスル抜け出した。2番手工業ブライト、あとはキングサンダー、あと200。シスル足色は衰えない。キングサンダー追い込んでくる。どうだ、追い上げる。厳しいね、サンダー厳しいっすね。はい、キングブライアン、ジャパンカップいきます。まあ、印は厳しいと思います。風神ダートか。いや、ここ使う、使ってすぐ行くか。まあ、使うか。そうやね、まあここ、まあちょっと迷うんすけどね。まあ使いましょう。はい、じゃあ進めます。キング風神いいね。東京競馬9レースオープンカトレアステークス、ダート 1600m、 コンディションはやや重。スタートしました。キング風神勢いよく追い上げる。こいつならアイネス風神になれる。先頭だ。2番手鈴鹿、まあ2400持つかどうかっすよね。きついね、なんかフラフラして。よくないね。2番手湘南アポロ差を詰める。湘南アポロ迫ってくる。デルマルーブル差し切ってゴール。まあ、次はね朝日杯いきます。まあ、風神は芝使っていこうよ。厳しい。ジェンティルドンナグリグリで北サンブラックいて、コンディってもいますね。まあこれはきついね。まあジェンティルドンナはね、牝馬最強候補の一頭っすからね。ジェンティルドンナ、アーモンドアイ、ダイワスカーレットとかね、ブエナビスタとか。ジャパンカップ、今年も海外から強豪馬がここ東京競馬場にやってまいりました。迎え撃つ日本勢の準備は万全です。スタート OK。 じゃあ飛ばします。キングブライアン先頭に立った。まあ位置いいけどね。先頭はキングブライアン、ジェンティルドンナ差を詰める。北サンブラック3番から、ちょっと設定うまく伸びてくればね。ジェンティルドンナ差を広げにかかる。ジェンティルドンナこのまま押し切れるか。コンデュイット、あーでもさ先頭で悪くないね。結構いい走りしますね。はい、12月です。キングローレルいきます。エダテルさんでラストランはエタテルさんでいこう。いや、勝ったらさ残そうよ。
フェブラリーステークスまで。それでいきましょう。負けたら引退です。風神ちょっと登録しとこう。これね、朝日杯行きたいですね。調教じゃない。はい、朝日杯行きます。であとちょっとコメントチェックして、ローレルの走り見て今回終わりっすね。いいね、パワー大事。まあパワー根性は大事っすからね。ナンバー OK。 あ、ローレル残念。そういやさ、ローレルってさまあいつも印はついてるじゃないですか。まあ人気あるじゃないですか。稼いでないよね。でもそういえばね、中山競馬4レース2歳1勝クラス。どうしますかね。フェブラリーステークスまで残そう。スタートしました。ハンドリー先頭に立った。でとりあえず除外になんないように、あの稼ぎます。キングカイザー先頭、勝てるとこ行こう。キングカイザー突き放しにかかる。ダノンメジャー捉えに出る。追い上げるダノンメジャー。ダノンメジャー、あー勝てんか。アモーレミー差を詰める。ダノンメジャー差し切ってゴール。一着ダノンメジャー。惜しかったね。はい、でもこの走りは良かったですね。でローレルがよし、ちょっとここ勝つか。ここ勝ってね。でフローラ行きましょう。サンダー、まあサンダーはねちょっとこれは厳しいです。今のところ良くないね。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。